さんこんにちは覆面ユーチューバー r タカですさあ気になる男第74話ですね第74話始まりましたね今回は前回気になる男第73話ではユーロプレゼント の話についていろいろお話ししていただいたのかなと思うんですけど見えてますかねと見えてますかと何が見えてるのかというところで有料プレゼントは身の回りにどれくらいあるんですかねみたいなまあそういうことについてちょっと考えてみましょうよみたいなお題だったと思うんですね、まあ、このお題について 考考えました考えままししたた <laughs> 何が自分は有料なプレゼントなんだろうなといろいろお話を聞いててまあ例えば車だったり家だったりっていうお話もしていただいたんですけど今一つこつピンとこないというかうーん。 まだ自分がそこに至ってないんですよね。車、家、ピンとこないと <laughs>。ピンとこない <laughs>。じゃあ自分は一体何が有料プレゼントに当たるものになるのかなというのをまあ考えたわけですね。で、今本当にこれっていうのがちょっと思いつかなかったので、 ちょっとその自分が20代,の頃20代の頃にプレゼント有料のプレゼントまあ自分が欲しかったものというかまあそういうものがあったのでまあ唯一これはできなかったというかちょっと難しかったっていうところがあったんでまあこれについてちょっとお話しできることがあるんじゃないかと思って「気になる男」シリーズ第74話。 あ身の回りにある有料プレゼントというお話をしていこうかなと思うんですけど自分が20代にできなかったことということで社会人1年目ですね社会人1年目の頃自分が東京に福岡のまあ土田からまあ北九州のですね北九州の土田から東京に上がってきてまあいわゆる東京デビューですよ東京デビュー東京すげえなと東京すげえなーつって よしいろいろいろんなことを東京で学んでやるぜといつかね福岡に帰ろうとか思ってたんで、まあ、あんま考えてなかったかなでも東京でいろんなことを学んでえダメだったら何かに引っ込むしかないかなと思ってたんで、まあ、いろいろ学んでやろうっつって、まあ、いろんなこうセミナーとかに顔を出してたんですけど、まあ、自己啓発系ですね自己啓発系で1つその中でこのアンソニー・ロビンスですねアンソニー・ロビンスの、まあ、自己啓発の人を DWD、まあのセミナーっつってオーストラリアでセミナーをやって、まあ、今もやってるみたい今年もちょっとさっきネットで調べた2022年今年もやるみたいなんですけど2005年ですね2005年そうですね2005年の DWD ですねデート・イズ・ディスニーってやつに参加しようぜみたいな2006年だったかなちょっとどっちか忘れましたけどっていう いうところにちょうどまあ、そういうようなところがあって、当時ね。やっぱり100万ぐらいしてたんですよ。確かね。90万のセミナー料金でそれ以外にそのオーストラリアでやるんで、その宿泊代とか。そういうなんか飛行機代とかいろ色ろ諸々かかるっていう話で。で、まあその時は本当に。社会人1年目だったんで、休みはどうにかなるとは思ったんですけど。まあ、3日間とかは？ ただやっぱりお金っていうのがまだクレジットカードも持ってなかった頃だったんで一体どうすればいいんだとで会社の <laughs> 会社の休みは取ったんですよもう会社は了解へったんですねまだ新人なんでそんなに仕事とかうんなかったしそんなにその仕事持ってなかったのでまあいいんじゃないみたいな感じで そこは良かったんですけどやっぱスケジュールとか,ななんか何なのやっぱお金なんでしょうねお金がその時は全然なくて本当はそうじゃなかったのかもしれないんですけどまあ理由はちょっと止とまれともかく行かなかったんですよ行かなかったで、えー、一番のやっぱりこれ行きたかった理由っていうのはどちらかというとまあ 非日常を探してたんですね。非の日常。まあ、いろんなことを体験したいっていうところがあってこれも一つもその学びに変えるというよりも自分の日常非日常を探していたっていうのがずっとあって、まあ、そういうところは間違いなくあったんですよ。だからその、ね、これを自分の例えばセミナーで学んだことを対して自分,で学ん自分がしっかりと学んでそれを自分の 日常に落とし込んで実践していくみたいなことまでは考えてなくてたまがその行ってみたら何かなんか変わるだろうみたいなまあそういう感じで、えー、まあね6日間を過ごすみたいなねセミナーだったんですけどその、うん、まあその時思ったのが、まあ、結局それを言ったら、まあ、カツカツになるわけです、ね、カツカツというかもう全てを投げ出すというか。 うん生活費も何もあったもんじゃない状態でそれを投げ出していくのでいやもう本当に、うん、言うたらもうゼロゼロっていうか足りないですよねうん足,りない足りない上に生活もできないみたいないう感じで参加しようとしてたっていうところがあったんですけどでもやっぱり今考えるとそうではなくてちゃんとその余裕があった状態でさらにこう学びを 深めめめるるるたたにに、まあ、本当ののの意味で学べ参加するっていうのがまあ一番いいうが一番要はその自分がそのレベルまで達していてそしてさらにより学んでいこうみたいな、まあ、それこそが本当の有料プレゼントっていう意味なんじゃないかなっていうところをまあ思い出したんですよね。まあ、言うたらその若い頃、まあ、若い頃っていうのはその現実からこう逃げるというかねなんかよくわかんない いいところからこう何かこう何かあるんじゃないかってこう探してたところではなくてですねまあ自分がこう学んだことを誰かに教えていくみたいなねこうしっかりとしたこうマインドで学んだことを教えていく教える人もいてね教えるちゃんと教える人もいてでこういうことを学んできますよみたいなことをしっかり言ってでコミットしてそういうことを やっていいくみたいな、まあ、そういう環境が整っていたかというと全然そういう環境が整ってなかったんですよねその時はまあ社会人1年目ですからねうん会社に入ってなんか普通にプログラムをまあよ,よく組めないみたいな、うん、よく組めないしよく分かんないしみたいないう状態でえそれで学んでね一体何をどうするんだっていうところもまああったっちゃあったんですけどまあそういう状態で学んでもあまりその まあよく考えたら意味がなないわけじゃないんです体験としては体験としてはまあいいのかもしれないんですけど、まあ、効果は薄いんじゃないかなと思うんですね、まあ、そうではなくて自分がそういう状態になってる状態うん自分が教えれる状態教える人もいる教えまあ教える人がいる教えれる人がいるかどうかまあ置いといてともかくそういう 自分の状態になっているんであればこれが本当のそのセミナー参加っていうのが自分へのギフトになるんじゃないかなと思ったりもしたんですね。要はこの身の回りある有料プレゼントっていうのは自分の状態がこう高まったことによってそれが価格としては高い安い高い値段としてはあるかもしれないんですけどそれをね 手に入れるために頑張ったというかなんつうんかねその自分の証というか称号というかものうん自分がそうこんだけ頑張ったんだっていうその誇りになるというか形になるそれがまあセミナーは形になるかどうかはセミナーさんが形になるかどうかはちょっとあれなんですけどただ一つの勲章 という表現があれなのかわかんないんですけど、そういうものになるんじゃないかなと。とまあ、それが有料プレゼントになるんじゃないかなとは思っていて、うん、それが100万なのかまあ、200万なのかね。300万な,万なのかっていうのは人それぞれなんですけど、そういうことをすごく思い出しましたね。思い出しました。本当に。ずっと考えてて、何が何かなってこう考えていってうん？そういう意味ではその。 高い塾に入るとかいうのも一つのその有料プレゼントになるんじゃないかなとは思っていて手が届かないものに対して手を届かせる努力をするそれ無理やりそのま借金するなり何するなりっていうのはあるかもしれないですけどそう,なんてそうじゃなくて自分がここに。 えー、例えば塾,じゃ塾だったらここに入ったらもっと学べるんじゃないかとかもっと成長できるんじゃないかとかもっと稼げるんじゃないかとかそういうところっていうのが一つの、うん、有料プレゼントになるんじゃないかなと思ったりしてうん、なんかちょっと考えがうまくまとまってないんですけどただそういうその高いものに対して なんか手に入れることによって、えー、自分がすごく満ち足した状態になるというか満足した状態になるかとなったりそういうものがま有料プレゼント、まあ、ギフト自分へのギフトになるんじゃないかなと思ったりもするんですけどねかちょっとうまく途中からだいぶ分かんなく自分で話しててもだいぶ分かんなくなったんですけど少しでも近いところ感覚的にはすごい近いのかなと思ってもうすごくいろいろ考えていろいろ考えて とりあえず手を動かして作ってみよう考えてみようっていうところで始めたところだったので概念的にはちょっとまだ完全には理解できてないかもしれないんですけどなんかそういう感じがしましたねはいということで気になる男第74話こんな感じで終わっていこうかなと思います久保さんありがとうございましたそして次は第75話ですね第75話 久保さんよろししくお願いしますそして最後、またいつもの最後 <laughs>、いつもの最後ですね、アカデミーに入ってくれた新入塾生の K さんの決意表明ということで、今日の一言、まあ、この前もらったやつを、まだいっぱいあったんでね、ちょっとこれを最後に言わせてもわ、おう、言って終わろうかなと思います。ハードルが高いと思っていた YouTube 配信ができるようになると思いましたと。 ハードルが高いいと思っていた自分では絶対できないと思っていたんですがあこのスライド動画っていうところを使えば YouTube 配信自分もできるんじゃないかと考えることができましたとだから入りますみたいなねいうことを言ってもらったんですけど自分がそのできないと思っていたことに対してあこれはできるんじゃないかそれを実現するためにこう 前に向かっていく、まあ、こういうことって本当に大事なんじゃないかなと思ったりもいたしますしあとそうなんですよ「うん、と気になる男」シリーズを見て、えっと、問い合わせしていただいた方がいました今日の今朝かな今朝、うん、本当にありがたいなと思うしこの「気になる男」シリーズを続けてきてよかったなと思いますね本当にくぼさんのチャンネルの方でいろいろお動画 見ていただいた方がね、自分のチャンネルの方に飛んできて、そして自分のチャンネルの概要欄を、からお問い合わせしただい、していただいてっていうところになるので、本当にありがたいことが起きてるなぁと思いますね、本当に。はい、ということで、感謝させていただきます。感謝、感謝させてっていうかね、えー、本当に嬉しいことだなと思います。そして、えっと、 来週の火曜日ですね、来週の火曜日、まあ、9時からズーム対談を待たさせていただくということで、今日告知の動画が久保さんの別の動画で流れていたのでね、まあ、気が引き締まる思いだなとは思いますね。はいといととうことで 自分はね毎日こうやって気になる男シリーズをしっかり作っていく、まあ、これだけですけどね、まあ、しっかりこういうのをやっていこう一日毎日ねできることをしっかりやっていこうかと思いますはいということでちょっと最後また長くなっちゃったんですけど終わりとさせていただきます久保さん第えっと第75話第75話またよろしくお願いしますありがとうございました